レイのやってみたボリューム29。本日の相手はアクアタイムズでございます。アクアタイムズ何をやったかというと、楽しい思い出トップ3を語ってみた。さあ本日はですね、アクアタイムズの皆さんでございます。どうもこんにちは。もうね、このパンチ変だ。マリオっぽい。マリオっぽいよ、確かに。ボクサーだけど、楽しい思い出、アクアタイムズとの楽しい思い出トップ3を決めようと、いいですね、ということです。はい、アクアタイムズの楽しい思い出第3位、3位ね、月面着陸。もっといきなり P じゃないですか。いきなり全部 P じゃないですか。からまだ月面着陸までは大丈夫、ラブ残っちゃう。まあライブが終わり、打ち上げが終わって、とあるおじさんが、お前らちょっと月面着陸しとくかみたいな。なんですかそれはみたいな。来ましたね。そうだから俺らどういうとこなのかも分かんなかった。月が分かんなかったね。その月面って一体どこなんだ。まあこっから先多分編集されちゃう。いやでも美味しいフルーツ。こう肉体派だから。あ、筋トレ。筋トレの太い。オールラウンドプレイヤーだから。何のオールラウンドだろう。さあ、ということで第2位。はい、第2位。第2位は、アクグレンじゃない。アクグレン。アクグレンね。アクグレン。ね。第2位。2位。いいですね。アクグレンしかも何回かやったよ。うん、ね。ライフをだって演奏させてもらうのは俺らだけなんだよね、バンドで。あ、確かに。本当ですか。そう、光栄です。光栄、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。演奏してても超もう熱くなるよね。楽しかった。楽しかった。楽しい。いい思い出だな。いい思い出だね。いろんな場所でやったよね。だからハワイの前の前夜祭ってあったね。あと秋川、秋川でやったんだ。あ、やったやったね。そうだね。来ましたね。記念すべき第1位行く前に、ちょっとスピンオフで他にもいろいろ行ったよね。だって宮崎も一緒に行ったし、新潟行ったね。行ったね。初めて会ったのは熊本の風呂。あ、そうだ、風呂ね。メガネ入って、メガネで入って曇ってて、それでこうやって隠しながら、あ、どうも気まぐれのクリア。あ、そう、太してる。ピローピロピー入りまくりじゃない。何がピローンか言うのか。まあね、ね、男同士の会話をしましたね。しましたね。記念すべき1位はどこですか。ホノルル。ホノルル。すごかった。海外一緒に行きましたよね。俺はそのハワイの思い出、俺の記憶に残ってるワンシーンがあるの。キレられる。OK。もうガチでキレられる。本番彼が走り終えて、タスキをね、このうちの大輔にね、OKP がつなげてる時に、あのね、あの、あ、大輔が走ってからとか OKP に渡す時に、俺がゴールする直前に、OKP がいないんだもん、ゴールに。いなくて、パッて横見たら、開かないトイレをさ、探してるんだよ。どうやった。なんでそのタイミングでトイレ入る。何をやってんだよ、ほんとに。あれはマネージャーの悪い。出ました、マネージャーの人のせい。出ました。だって俺に、俺本番前絶対トイレ行くから、絶対あの、その時に報告してきてくれよ。あ、わかりました。で、その報告がクソ遅かったせいだから、俺のせいじゃないですよ。でもさ、タスキ投げつけてたよ。しかも俺雨の中走ってたから、これずっしりだったから。いろんな重みがね。そうそうそう。ということで以上、アクアタイムズの皆さんでした。ありがとうございます。さあ、いかがだったでしょうか。まあね、こんだけ歴があるとだいぶいろんな思い出もあります。まだまだ語り尽くせぬ思い出たくさんです。さあ、次回はですね、8月6日でございます。